皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、怖い話を語りたい、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。僕の友達が小学生だった時の話。これは一応実話だそうです。彼の家は毎週土曜に外食をすることになってて、その土曜の夜も外で夕食をとり、家に帰ってきました。当時住んでいたのは団地で、駐車場に車が止まると彼はいち早く部屋へと走りました。大好きだったバラエティ番組を見るためでした。家へ入ると即テレビをつけました。しかし画面は映りません。いわゆる砂嵐状態で、どのチャンネルを回してもダメでした。そこに家族が帰ってきました。後ろを振り向いた彼は、両親と妹の顔が、凍りついたように固まっているのを見ました。見ると、テレビの画面に鬼の首のようなものが映っているのです。砂嵐を背景に、首が浮かぶように映っている。父親は、何かの番組だろ、と言って、チャンネルを回しました。しかし、すべてのチャンネルがこの鬼なのです。そのまま家族全員が声もなくテレビを見つめていると、やがて鬼が喋りました。玄関の靴を揃えろ。これはテレビのスピーカーではなく、部屋全体から響き、空気が震えるほどのすごい音響だったと言います。玄関の近くにずっと立ったままでいた母親が、大慌てで靴を揃えました。次に、ベランダから外を見ろ。と鬼が言いました。友達がそれをやろうとしましたが、父親が彼を制し、自分がベランダに出て外を見ました。その時、鬼が消えてテレビは普通の番組に戻りました。わけがわからないまま、やっぱりただのテレビ番組だったのだろうと家族で話し合いました。そしてその翌日、彼は夕方まで外で遊んで家に帰りました。と、父親と母親が食卓で何やら話し込んでいました。妹には言うなとまず断りを入れ、父親が話したのは、今日の昼頃に家に警察が来て、昨日の夜遅くにこの部屋から飛び降りがあったと通報が来たのだが、しかし近隣にはそれらしき様子はなく、いたずらと思ったが、念のため気になって今日来てみたのだ。という話でした。その後、彼の家族は団地から引っ越し、未だにこの話は家族の中でタブーとなっているとのこと。随分几帳面な鬼だな。夜9時頃ね、ふとドアの方見たら、なんかサラリーマン風のメガネかけたおっさんが立ってんの。もう俺びっくりしちゃってよ。でも向こうは何するともなく俺の方をじっと見てるだけなのね。で、俺の方も突然のことで驚いて口をあんぐり開けたまま放心状態でさ。そのまま20秒くらいしたらおっさんは消えた。俺が一人暮らしやめて実家暮らしに戻った時のことだ。昼間に外出するとき、自分家と同じ並びに住んでるおっさんが家の前を通っていくのをよく見かけた。特に昼過ぎに出かけるとしょっちゅう家の前を通る。一ヶ月ぐらい経って、ふとそのおっさんの話を夕食時にした。あの〇〇さんとこのおじさんさ、昼過ぎにいつも見かけんの。もう定年か？はぁ？いやだからさ、あのおじさん仕事してないのかなーって。〇〇さんは半年前ぐらいに亡くなったよ。え？だって俺しょっちゅう見かけるよ。んなバカな。母にそのことを聞いてから、不思議とそのおっさんとは出会わなくなった。むしろもう一度出会って別人であることを確認したかった。俺はお化けは信じない。断固として信じない。そんな俺がアパートで暮らしてた頃の話。引っ越して二日目の夜、布団で寝てたんですが、寝つけなくて目が覚めたんだよね。それで上を見上げたら、子供がいるんですよ。
そしてこっちを見てニタッと笑った。すごくビビって、次の日も出たら実家に戻ろうと思ってましたが、幸いもう出ることはありませんでした。多分夢だったんだろうと思います。でもこの日から耳鳴りや金縛りが頻繁に起こるようになりました。まあ関係ないでしょう。と思いたい。俺だったら絶対引っ越すけどな。ばあちゃんから聞いた話。女の子が昼寝をしていました。夕方に目を覚ますと、遠くの神社の方から太鼓やら笛やらの祭り囃子が遠く聞こえてきます。今日お祭りだったかなぁと思いつつも、自転車に乗って行ってみました。しかし神社に着くと祭りなどやっていません。でも太鼓と笛の音はずっと聞こえていて、今度は遠く裏山の方から聞こえました。山道を自転車を押していくと、いつの間にか日が落ちて真っ暗になっています。気がつくと女の子は墓地にやってきていました。直感的にまずいと思った女の子は、すぐさま道を引き返しました。神社を過ぎた時、どさっと音がして自転車の後ろに何かが乗りました。ものすごい重さで、よろよろしながら家まで走りました。家の前まで来ましたが、直感的に今自分が家に入ると、悪いものも入ってしまうと考え、門のそばでじっとしていました。気がつくともう真夜中になっていました。家族が心配して、一晩中家には明かりがつき、警察も呼ばれていました。女の子は何度もうちの人に、自分はここにいると呼びかけましたが、なぜか誰の耳にも聞こえないようでした。そのうちうとうとして、いつの間にか朝になりました。気がつくと女の子は病院のベッドで寝ていました。母親に聞くと、女の子は明け方に神社の裏の洞穴で気絶しているのを発見されたとのことでした。長文失礼しました。去年の夏の話です。自分は配達の仕事をやっていて、最初に研修という形で先輩と配るんです。その時教えてもらった C 先輩とはすぐに仲良くなり、よく飲みに行ったりしてました。ある時先輩から、俺、幽霊見ちゃうんだよ、って言われた。自分はそういうの好きだから茶化さず聞いてたんです。俺の車に研修の時乗っただろ、あれさ、なんでバックミラーにガムテープ貼ってると思う？先輩が語るその理由は、車の中にいる幽霊を見ないようにしてるって言うんです。うちの車は立派なものじゃなく、普通の白いワンボックスカーで、座席は運転席と助手席だけで、荷物は後ろに積む形になってます。マジかよとか思ったんですが、すぐに嘘だろうと感じました。バックミラーが割れてるだけだろって。自分の配ってる地域には先輩の家もあるんです。先輩はその日休みで、携帯に、悪いけど駅まで送ってくれないか、と、連絡がありました。正直夏場は忙しいんですよ、でもまあ送りました。そしたら次の日仕事場のおっさんに、お前ら昨日サボっていただろ、って言われました。もちろんすぐに言い返しました。サボってないですよ。先輩を駅まで送って行っただけです。それに忙しくてとてもサボれないですよ。おっさんは、そうか、あの後ろに乗って楽しいの彼女か？ダメだよちゃんと助手席に乗せてやらなきゃ。そもそも乗せてないんですよね、女なんか。先輩はこわばった顔で、その女って、赤いアロハシャツ着てましたか？何言ってんだ、着てたじゃないか、昨日のことなのにお前覚えてないの？それ聞いて、朝からもう気味悪くって、バックミラー見ないようにしてました。で、夜になって仕事が終わり、事務所に帰ってみんなと話してたら、その中の一人が、これ見てみろよ、面白いよ、って言って、こっちにバインダーを差し出してきた。
その中にはみんなの履歴書が入っていて、結構暇つぶしになるんです。そのバインダーが置いてある棚には、退職者の履歴書が入ったバインダーもあり、パラパラ見てました。自分は8月の初めに入社したんですけど、よく読むと、7月に3人も辞めているんですよ。その履歴書の右上には赤いペンで、研修担当者 C って書いてある。もちろん C 先輩のことです。最初は夏だから辛くて辞めたのかなと考えました。でも今は、この3人は、赤いアロハシャツの女を見てしまったんだなって思っています。で、ある日先輩の家で酒を飲むことになりました。二人ともアロハシャツの女については触れないようにしてました。いつも通り盛り上がっていたんですけど、やっぱ気味悪いんですよね。あの女のことが気になって。あの女は先輩にひっついてると、うすうす感じていましたから。で、話は少し飛びますが、先輩の家にあるテレビはコンセントが抜いてあるんです。おまけに画面にタオルがかけてある。あたりを見回すと、パソコンと鏡にもかけてあるんですよ。それでまあ、先輩が先に潰れちゃって、もう今にも寝そうでした。暇だからパソコンでネットやらしてもらうことにしたんですね。先輩は一言、夢中になるなよ、と言って横になりました。でも結局夢中になってしまい、結構遅くまでやっていました。これがいけなかったんです。気がつくと、パソコンのモニターに何かあるんです。反射してうっすら部屋の中が映っているんですが、目を凝らすと、自分の後ろに、あの赤いアロハシャツの女が立っているんですよ。こっちを見てる。もう驚いて目をモニターからそらしちゃいました。それで再度モニターを見ると、今度は背後にぴったりと移動してる。モニターには胸から下が映り込んでいて、顔は見えない。もう目をそらせないんですよ。だって、そらした瞬間に背後まで来てる。次そらしたら、どうなるかわからない。ずっとモニターを凝視してるんですが、その女からは息遣いも聞こえないし、ただ立ってこっちを見下ろしているんです。部屋に聞こえるのは、パソコンから出るウィーンという起動音だけ。朝方に先輩が声をかけてくれて、ようやく解放されました。先輩から聞いたんですが、この女が現れて、もう3年になるのだそうです。前に住んでいたマンションの廊下に立っていて、先輩は通り過ぎる時に女の顔を見てしまったんです。片目がなかったらしいです。先輩は廊下で女を見て、ああ、まずいなと直感したそうです。でもその時はすぐに忘れてしまったらしいです。それで夜になって配達が終わり、家に帰った時、先輩はマンションの5階に住んでいて、その時もエレベーターに乗りました。閉まる瞬間に、あのアロハシャツの女が乗ってきたそうです。驚いた先輩は動揺が隠せない。エレベーターは動かない。先輩はボタン押すのも忘れてたんです。それぐらい女に意識が向いていたと。先輩は俺にこう言いました。なんであの時あんな動揺しちゃったんだろう。普通に何気なく行動してれば、多分あの女ついてこなかったんじゃないかな。ようやくエレベーターが動きます。女は先輩の後ろに立っていたそうです。5階について先輩は逃げるように部屋に向かいました。あの時おかしいって感じたよ。だから俺横目で見てたんだよな。女は立ってるだけで、出る気配なかったよ。5階までしかないのに。先輩は恐怖を感じつつも部屋に戻ったと。恐怖心を消すためにテレビを見始めたんですけど、少し経って、ドス、と、女が先輩の肩に顎を乗せてきたらしいです。だけど振り返ると何もいなかった。先輩はその後すぐに引っ越したのですが、その女は追ってきたというわけでした。
俺は極力あいつと会う確率を減らす努力をしてるよ。それはまず、夢中にならないことだそうです。特に家の中では。だからテレビやパソコン類にタオルをかけている。そもそも先輩が女を無視できなくなったのは、最初に女がエレベーターに乗ってきた時、喉に痰が絡まったような声で、ごぽ、一緒にいて、と言われちゃったかららしいです。いやー怖いね。知人から聞いた新聞にも載らなかった話。とあるマンションで、女性の死体が見つかりました。仰向けに寝かされた状態で、年齢は20から30代後半くらい。革のミニスカートにストレッチブーツ。上は分厚い灰色か黒のセーターの上に鮮やかな朱色の薄手のカーディガンを着ており、ストッキングを履いていたそうです。ブーツの片方が脱げかけのような中途半端な状態で、死後数時間というところだったそうです。第一発見者が救急車を先に呼んでしまったので遺体が現場から搬送されてしまい、警察を呼んだ時にはもうすでに遅しでした。警察は発見者の方たちから状況を聞くしか術がなく、警察も、ここは自殺が多いから自殺者でしょう、と一言。しかし、周りには多くの木が植えてあり、自殺である場合はその木々が必ず折れたりしますし、遺体を見た感じでは外傷がなく、あまりにも綺麗すぎて、周りに血が飛び散った跡もなく、住人や発見者の目から見ても、自殺者ではないであろうことは明らかだったそうです。後日新聞などチェックしましたが全く報道されずでした。現在も報道されずです。後日知人の警察から聞いた話では、外傷がないのに全身の骨がすべて折れている状態だった、とだけ聞きました。被害者の女性がマンションで見つかった時刻は午前の11時過ぎ。しかし朝10時からこの遺体発見までの間に目撃者はなく、発見される10分前に至っても、幾人かは死体などなかったと証言しています。問題は、このよくわからない事件が自殺で片付けられてしまったことです。報道されていれば、少しは身元の情報も得られるかもしれないのに。怖いのは、こういう運命にある事件はたくさんあるということ。被害者の方も浮かばれません。何年か前、大晦日に友達と遊んでから朝帰りして、自分の部屋で寝てました。そしたら、夢とわかってる夢を見たんです。どのようなものかというと、家に帰る途中に、電信柱や壁やらのあちらこちらに、命を大切にしようや、後悔先に立たず、など、半紙に筆書きしたものがペタペタ貼ってある、というものなんですけれど、周りには誰一人歩いておらず、道のあちらこちらに血のようなものが飛び散っていて、不気味な夢だなぁと思いながら歩いてました。そして家に近づいた時に、母親に起こされて目が覚めたんですけれど、母親はすっごく怖い顔で、この部屋で寝るな、って言うんです。なんで？って聞いたら、今ここの上の部屋に仏様がいるから、というので、なんか気持ち悪い夢を見たのはそのせいかと思いました。その後おせちを食べていたら、父親が、飛び降り自殺だったからなぁ、とぼやいてました。その時は本気でゾッとしました。あの人は飛び降りてから後悔したのでしょうか。怖えよ。知り合いがマンションの11階に住んでるんだけど、風呂に入ってたら廊下に人の気配がして、窓を少し開けたらしい。そしたら長い髪の若い女と目が合った。しかも至近距離で、風呂から出て、家族に、警察に電話しろ、と言おうとしたら、べしゃ、と聞こえて、なんか下で大騒ぎになっていたと。三人目らしいです。話がよくわからんが、
廊下とは家の廊下でなくてマンションの通路ってことだよな。それでそのフロアマンションの通路側に位置していて、窓を開けてその若い女と至近距離で目が合ったということは、その女はフロを覗こうとしていたのか？つまりその女は覗きか、最後のベシャッと聞こえて下が大騒ぎになったっていうのは、その女がその通路から下へめがけて飛び降りたってことだよな。ってことは、覗きがバレて逃げようと思った女が焦りすぎてここが11階だということを忘れて地面めがけてダイブしたって話か？そんな覗き魔がそのマンションにはその女も含めて3人もいたのか？わかりにくい文章ですまん。そのマンションは古くてちょっと気味の悪い建物。しかも飛び降りが多くて、近所では知ってる人も多い。知り合いの部屋の前の廊下から身を投げる人が2人いたので、その人も廊下に知らない人がうろうろしてたら、すぐに通報する心構えでいたらしい。ただ目が合うとは思っていなかったらしく、さすがにしばらく落ち込んでたな。玄関を開けると、やはりその人のものと思われる荷物が置いてあったとのこと。自分の話だが、よく利用する店のバイトの子を好きになって、バイト終わりを毎週待ち伏せて、告白のタイミングを伺ってたが、結局できなかった。ある日バイト終わりの時間に、その子と一緒にバイトしてる女が店から出てきて、警告と注意をされた。あの子はいつの間にかいなくなっていた。自分がストーキングをしているという自覚がなかったため、とてもショックだった。それから二度とその店には近づかなかったし、その後その町から引っ越した。もう二度とあのようなことはしないと誓います。俺としては怖かった話。俺大学生の頃一人暮らししてたのね。まあ安アパートでの散らかり放題の部屋だったんだけどさ。3年目に入った頃から、やけに無言電話がかかるようになった。暇な奴もいるもんだなってくらいに感じてたけど、そのあたりからだんだんおかしなことが多くなりだした。洗濯機を外に置いてたんだが、朝には蓋が開いてる。部屋の前の廊下についてる電灯のカバーが外されて、配線が切られて電気が消えていた。など、だんだんシャレにならない犯罪的な形跡も見えてきた。アパートの入り口に各部屋のポストがあるんだが、俺宛に届いた封書に、一度開けた形跡がある。夜によく朝出そうと思ってドアの外に置いていたゴミ袋が、朝になると消滅。夕方家に帰ったら窓が開いていた。俺はかなり用心深いんで、戸締まりは絶対に完璧なはず。他にも冷蔵庫や便座の蓋が開いてたこともあった。確実に何者かが侵入した雰囲気なんだが、不思議と盗まれたものは一切なかった。俺は毎週土曜日の決まった時間にバイトに行ってたんだが、ある雨の日、店が社員研修か何かで休みになった。いきなりの休みで俺は暇だったが、家でのんびり漫画でも読むことにした。忘れもしない、午前11時半頃だ。ノブをガチャッと回す音が聞こえた。でも鍵はかけてるからドアは開かない。そしたら鍵穴に鍵を刺す独特な音が聞こえた。直後、ドアについてる部屋用郵便受けがキーと開く小さな音がした。いや、金玉縮み上がるってこのことだね。目があったよ。郵便受けから覗く二つの目と、すぐに閉じられて、すごい勢いで廊下を走る音が聞こえた。俺は恐怖でしばらく動けなかった。我に返って立ち上がり廊下に出ると、もう誰もいなかった。男か女かもわからない。まあ俺は神聖のブサメンだから、ストーカー女ってのは考えられないな。とすると男だったのかも。それ以来俺の部屋での異変は全く起きなくなった。こういう恐怖もあるってこった。
俺だったらひっ捕まえてボコる。人間が一番怖いな。定番コメントだが。自分の周りの話を語るよ。俺の友達の話だが、新宿の方のマンションに引っ越したばかりだった友達から、いきなり真夜中に、頼むから家に来てくれ、と、すごい焦った声で電話がかかってきたらしい。話を聞くと、家のトイレで漫画を読みながら便座に座っていたら、いきなりガチャンという音がして、上の電球が割れて真っ暗になって、焦ってとっさに立ち上がろうとしたら、いきなり暗闇の中後ろの方から手が出てきて、立ち上がろうとした体を押さえたとのこと。それで、そいつは急いで家を出て、頼むから来てくれと電話をしてきたらしい。だけど友達は眠かったし、冗談だと思っていかなかったらしい。後日話を聞いたら、別の友達が言って、結局一晩も部屋に泊まることもなく解約をしたとのこと。怒って不動産屋に聞いても、そのような話は今までに聞いたことがないし原因もわからない、と言われたらしい。トイレに泥棒でも潜んでたんじゃないか。霊能者がよく言ってる疲れやすい体質ってあるらしいな。俺の親戚にもよく疲れる人がいる。その度お払い行くらしいが、神主みたいな人に、あんたはそういう体質だから諦めろ、みたいなこと言われたらしい。優しい面倒見のいいオーラ出してる人はそういう目に遭うらしいね。体質変えれるらしいぞ。泊まり込みで修行するらしい。大学時代の話。俺はある委員会に所属していて、その委員会の部室は会館の地下にあった。その建物の斜め前には防止課題の校舎を買い取った建物があり、そこは戦争の時には軍の野戦病院として使われていたらしい。校舎が古いためか、そこは使用されておらず、体育道具や古い著書がしまわれているだけだった。ある日、俺は教習所があったんで帰ってしまったんだけど、その日に委員会の連中と、その友達何人かが部室に泊まって、階段やらいろいろな話をしていたらしい。部室には大きなテーブルがあり、それの周りに座る、というような感じで話をしていたらしい。一人が外の販売機までジュースを買いに行くといい、みんなで一緒に外に行った時、全員いるはずなのに、誰か足りないような感じがしたんだって。誰かいなくない?と、泊まったうちの一人が言ったら、みんな確かに誰か足りないって感じがするって話になったらしい。で、泊まったメンバーのうちに霊感が強い人が2名いて、たまたま二人とも角に座っていたらしいのだが、その二人ともが、俺らの間に髪の長い黒い服を着た女の人がいたって言っていた。気づくとついてこられるから黙ってたらしいのだが、それから3ヶ月後、霊感の強い人の片方が交通事故で死んだ。その大学自体、数年に一度死亡事故が発生している。成人式の後に酔っ払い運転で電柱に突っ込んだり、海で溺れたり、バイクでこけた時に対向車に轢かれたり、霊感のあるやつは霊の形が見えるの?俺は全くないから霊とか信じられないんだけど。人によって見え方が違うのかも。俺の会社の隣の席の人ははっきりと見えるって。それこそ生きている人と区別がつかないらしい。でもよく見ればなんとなく違う感じがするらしい。お経が聞こえると幽霊はどうなるんですか?と聞いたら、動きが止まるんだって言ってたな。田舎よりも都会の方が土地にまつわる怪談が多い気がするけど、やっぱ人が多く集まるところに霊も多く集まるのかな。お前ら毎年ちゃんと墓参りとか言ってるか、俺の親友は3歳の子供を突然死で亡くして、奥さんは精神的におかしくなって、妙な宗教団体にはまってしまい、しばらくして離婚した。
前から悪いことが立て続けに起こってたらしく、奥さんも家で子供といる時おかしなことが起こると話してたんだが、親友は気にも留めないでいたらしく、こうなる前にちゃんと嫁の話を聞いておくんだったと後悔していた。お祓いに行こうとしたらしいが、どうやら先祖に祟られてるらしく、電話で、私の力ではどうしようもない、と言われたらしい。その人は会わなくても受話器の向こうの相手のことがわかるらしい。親友が、昔から自分が幸せをつかもうとすると必ず邪魔が入る、と言ってた言葉が印象的だった。俺はそれから毎年必ず墓参りには行くようにしてるよ。俺は実家に帰るたびに必ず墓参りをしてる。ご先祖様あっての自分だというしつけを受けたからな。俺の彼女がある会社の女子寮に入ってた。いつ頃からか出入りの営業に粘着され、やがてそれがストーカーのようになってきたと不安がっていた。会社に相談して同僚に送り迎えを頼んだり、俺が寮まで送り迎えをしたりして、みんなでかなり用心していたつもりだった。そのうちその粘着していた奴は首になり、そのまま引っ越しをして行方がわからなくなった。俺たちは安心しながらも、やはり不安は残ってた。その後あちこちで奴を見かけたという噂が流れたが、不思議と彼女の近くで目撃したという話はなかった。2週間ほど経ってようやく俺たちは安心した。彼女もやっと笑顔になり、ゆっくり買い物に出たりするようになっていた。一ヶ月も経つとストーカーのことを思い出す時間も減った。そんなある日、女子寮に帰還が出た。犯人は捕まらず俺たちは緊張したが、目撃者の証言から、50過ぎの男で、風貌もかつてのストーカーとは全く違い、胸をなで下ろした。女子寮ということで、時々痴漢や覗きが出るため、前々から注意するようにとは言われていた。彼女にもきつく注意するように言い、昼間でもカーテンを開けないこと、窓の鍵は必ず閉めることなど、改めて気をつけるようにした。そんなある日、女子寮の裏手にある物置が火事になった。放火であろうとのことで、警察や消防が取り調べていた。翌日、警察が帰った後で、彼女は何の気なしに友人たちと燃え跡を見に行った。ちょっとした興味で見に行ったらしい。物置というよりは倉庫に近い大きさがあったため、様々なものが燃え残り散乱していたらしい。まるで誰かが住んでたみたいだね。友人の一人がそう言った時、かなり嫌な予感がしたと言っていた。派手にガソリンをかけたらしく、かなり燃えてしまっていたが、倉庫の壁や近くに立っていた街灯のポールは、真っ黒になりながらも燃え残っていた。ふと彼女の友人が何かを見つけ、やだ、何この落書き、と騒ぎ出した。何事かと見に行くと、焼け残っている壁の内側一面に、カーテン開けろ、入れない、と、びっしりと書いてあったらしい。すぐに誰が書いたかわかった彼女は、顔面蒼白になり、倒れそうだったと言っていた。倉庫から外に出ると、ポールにも同じような落書きが見つかった。ポールにもびっしりと隙間なく文字が書いてあった。そのポールや倉庫から彼女の部屋の窓が見えて、彼女の部屋からは死角になる位置だった。姿が見えなかったこの一ヶ月、彼女をずっとそこで見ていたのかと思うと寒くなった。結局放火犯も彼女をストーカーしていた男も捕まってない。同一犯だという確証はないが、俺たちはそうだと信じている。後になって彼女が、部屋の中のものが時々移動していたけど、気のせいだと思っていた、と言っていたことから考えても、やはりあの男が犯人だったのだろうと思う。全部本当に起こったことだ。彼女はこれが原因で会社を辞めて引っ越した。
まだどっかにいたりしてな。まあ本当にどうでもいい話なのだが、自分の体験談を。昔中学の時に母親と白玉団子を作ってた。夜9時頃かな。俺も母親もコンロの方を向いてた。で、ふと背後に大柄な男の気配がした。俺の父親は大柄なんで、父親だろうと思って後ろを振り返った。母親もそれにつられて後ろを振り返った。しかし誰もいない。すると母親が、何か大柄の男の人の気配がしたんじゃない。で、同時に同じような気配を感じるって、なんか怖いよな。俺も厨房の頃、夏に同じような経験あるぞ。コンロの前に弟と二人並んでチャーハン作ってて、弟の隣に真っ黒い背の高い奴が立ってて、ぎょっとしたことがあった。小二頃の記憶だから、今となっては本当だったのか勘違いだったのか定かではないんだが、当時はマジで泣きわめいて親にすがったことがある。洋服ダンスで探し物をしていた。親の衣類とかの奥に手を突っ込んでゴソゴソしてたら、不意に誰かに手をぎゅっと握られた感触があった。怖いとか変とか感じる前に、反射的に手をタンスから引き抜いて、尻もちつくほどに飛び下がった。その時に後ろにあったちゃぶ台の角に尻をぶつけて、親父の湯飲みと急須を割った。その後数日、学校で席に座るたびに尻が痛んだのを覚えている。両親はタンスのものをすべて出して、子供を勘違いさせた者は何かを探してくれたが、クリーニング済みの冬物衣類が平積みしてあっただけだった。今はもうあの感覚は思い出せないが、当時の俺は、ぷっくりした指の感触、多分女性の手だろうと思い込んで、しばらくふくよかタイプの女性が怖くて近寄れなかった。こういうの読んでると背後が妙に気になるよな。いつもよりやなりが多いのも心臓に悪い。終わり。